皆さんこんにちは、トーキーです。言い伝えの山と7つの王国、この伝説とかですね、言い伝えって、とてもワクワクしますよね。皆さんと一緒にちょっと覗いてみましょう。アメリカのアリゾナ州には黄金がザクザク出てくる山があるという言い伝えがあります。まずアリゾナ州の場所ですが、この地図で赤くなっている部分ですね、西の方にカリフォルニア州があって、そして南はメキシコと国境があります。メキシコと面してるんですね。この地図で見てわかるように、カリフォルニアはいやメキシコ以外でもですね、ユタ州あるいはラスベガスのあるネバダ州とも接してます。さらにニューメキシコ州とも隣り合わせです。そしてこの映画ですね、西部劇、アメリカの西部劇に出てくるような光景が広がっています。アリゾナ州は有名なグランドキャニオンも有しておりまして、グランドキャニオンっていうのはですね、ラスベガスに遊びに行った時に、ついでといったらなんですが、ちょっと遠出をして観光に行く方が多いんですが、州としてはラスベガスがあるネバド州ではなくてアリゾナ州にあります。ラスベガスに遊びに行ったことがある方はお分かりかと思うんですが、ラスベガスからグランドキャニオンまで旅行のツアーが出てるんですね。1日かけていくとか日帰りとかで、飛行機でパッと行く人もいれば、バスのツアーに申し込んだり自分でレンタカーをして運転していく人もいるんですけども、ラスベガスからグランドキャニオンまで450キロ離れてるので、車でですね、片道6時間はかかります。ちょっと脱線してグランドキャニオンの話をしたんですけど、ここからアリゾナの伝説の山ちょっとお話ししてみましょう。それはダッチマン鉱山と呼ばれる言い伝えから来ています。昔ダッチマンと呼ばれる男が死の間際に言い残した言葉です。男は名前をジェイコブ・シュワルツと言いますが、あだ名といいますかニックネームがダッチマンと呼ばれていたそうです。ダッチマンとは英語で、オランダ人の男性のことを言うんですけれども、彼はオランダ人ではありませんでしたけれども、ニックネームでダッチマンと呼ばれていたんです。ダッチマンの異名を持ったジェイコブ・シュワルツは1810年ドイツに生まれ、そして1839年に移民としてアメリカのニューオーリンズに渡ってきました。移り住んだ後、彼は仕事として鉱山で働いたり、アメリカに黄金が眠ると言われていたので、そういった関連を探しながら仕事に就いていました。その時はまだ原住民族の方々が多くいて、インディアンと呼ばれる部族がたくさんいたのですごく危険だったんですね。なので相棒と呼ばれるパートナーを雇い、一緒に移動して黄金を探していました。相棒、用心棒ですね、その用心棒を雇って一緒に黄金を探していたんです。そしてある日、ダッチマンはふらふらと一人歩いていました。そしてようやく一つの集落にたどり着いて、助けてくれた人の前で倒れ込みました。助けてくれた人はもうびっくりして、どうしたんだというと、ダッチマンは目の前で相棒が殺されてしまったと息も絶え絶えに訴えたそうです。ダッチマンが言うには、実は黄金の山を見つけたと、一つの鉱山があってもうザクザクと黄金が取れたと、それを見つけた途端そこの原住民族の部族に襲われ、パートナーを失い、でも自分は命からがら逃げてきたと。そしてそのダッチマンの息も絶え絶えな中に、手にですね、大きな金の塊を持っていたというんですね。これが失われたダッチマン鉱山の伝説となって、言い伝えとなって残っています。
で、そのダッチマンの晩年をお世話していた女性、ジュリア・トーマスという女性がいたんですけれども、まあ、1891年にダッチマンが亡くなると、その後すぐに宝探しとしてスーパースティションという山に行ったんです。まあ、アリゾナ州にはスーパースティションと呼ばれる産地がありまして、で結局そのスーパースティションっていうのはですね、迷信という意味を持つんですが、そこのあたりにその鉱山があると、ダッチマンは決して山を特定しなかったらしいんですが、ただ最後を見届けた女性が彼のその遺言なのか聞いて、もう隊を組んで大掛かりに行ったんですね。でも結局見つけることができずに、彼女はそこで借金が膨らみ、黄金を見つけることができなかったということで、あの地図を売り始めたんです。ここに宝の山があるという、まあ、嘘の地図ですよね。そういった逸話も残ってるぐらい、それでみんながですね、宝を探したい、宝の山を探すということで、いろんな人がこのスーパースティションを目指してこれまでにも命を落としています。まあ、大自然の中なので、まあ、軽率な考えでいくと命を取られる、まあ、こういった話もいっぱいあるので、もう言い伝えがますます、まあ、みんなのこの冒険心をくすぐるというんですか、そういう形になってるんですね。このスーパースティションは山と言いましたが、実は山が連なってる産地なんですね。ものすごく険しくて、山がたくさん連なっていて、もう人を寄せつけないほどの厳しいところです。ですから軽い気持ちで黄金を取りたいからといって行ってもですね、結構ですね、命を落として帰らぬ人となっている方が多いです。実はアリゾナはもともと伝説を探してきた人によって、まあ、発見されました。それがコンキスタドールと呼ばれるスペインの、まあ、遠征部隊なんですけれども、まあ、昔スペインやポルトガルが中心となった大航海時代という時代がありました。まあ、船を使ってさまざまな場所に自分たちの影響を与えたんです。この大航海時代にはコロンブスがアメリカ大陸を発見したことでも有名です。まあ、コロンブス以外にもスペインが、まあ、遠征を出した中に、まあ、いろんなところを発見していってるんですね。でそして、まあ、コロンブスと同じようにアメリカ大陸にも上陸をしていろんな場所を発見しました。その中にアリゾナ州が含まれています。この大航海時代にスペインに派遣されてやってきた人たちをコンキスタドールと呼びます。まあ、征服者という意味があるみたいなんですが、彼らによってですね、信じられていた伝説があります。それがシボラ7つの王国です。まあ、この伝説はですね、昔イスラム教徒によってスペインが侵略された時、そこにいた7人の司教がそれぞれの聖器物を携えて町から逃げてアメリカ大陸にそれぞれ7つの王国を作ったという伝説なんですね。あ、聖器物じゃなくて聖遺物です。失礼しました。マリア様とかイエス様とか聖なる人が残したもの、遺骨とかですね、まあ、遺品とかそういったものですね。それをスペインにいた7人の司教がそれぞれ大切なものを持って逃げてアメリカ大陸に渡り、それぞれが散らばって7つの王国を作った、それは黄金の都市だという伝説がスペインの中にあったんですね。まあ、そういった伝説は特にコンキスタドールたちの間で信じられてきました。こういった黄金を追い求める、それが彼らの原動力となったのは、まあ、想像に難くありません。アメリカ大陸は原住民族がたくさん住んでいて、それぞれの部族がたくさんあるんですけれども、彼らが作っていた集落の家がですね、いろんなものを、まあ、石を使って建ててたりしてたらしいんですけど、それがですねキラキラ光る石も含まれてたみたいで、それを見て黄金の都市と見間違えたのかわからないんですけれども、
あるコンキスタドールによると、まあ、王様 に報告するときにシボラ黄金の年はありますと伝えてるものもいたみたいです。それでますます加熱していったんでしょうね。まあ、最初に紹介したダッチマン鉱山と、まあ、この7つの都市伝説、まあ、どちらもアリゾナ州が絡んでるんですけども、まあ、どちらもまだ発見には至っていないんですね。まあ、アメリカ人が出している YouTube の動画などでダッチマン鉱山見つけたぞみたいな、見つけたぞみたいなのがあるんですけど、まあわからないんですよ。はっきりとした場所が特定されていない。で、7つの都市もなかったということに、まあ、まとまりつつあるといいますか。でも実際あるのかないのかまだわからないんですよ。あの、そのお隣のカリフォルニア州っていうのはゴールドラッシュといって黄金がたくさん取れた時代がありました。こういったことも実例としてあるので、アリゾナに全く黄金が眠っていないとは限らないと思います。皆さんはどうでしょうか。アリゾナに行って黄金を探してみてはいかがでしょうか。まあ、今回は、まあ、アリゾナにまつわる伝説2つ、まあ、黄金の7つの都市、そしてダッチマン鉱山についてお伝えしました。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは皆様おやすみなさい。